新旧の無線機を並べて比較しながら遊ぶのもね、アマチュア無線の楽しみじゃないかなと思います。実験大好き MNL です。今回のお題はアイコム大阪ショールーム。アイコム、歴代の無線機がたくさん並んでおります。あの当時欲しかった、実際に使っていた懐かしい無線機展示中となっております。当時の思い出いろいろと語っていきたいと思います。懐かしの無線機出会う方法。今回ねご紹介いたします懐かしの無線機の数々ですけど、アイコムさんの本社1階にありますショールームの奥の方に展示されております。こちらの方のショールームの入り口側を紹介させていただいたんですけど、そちらの方の奥側、こちらの方ですね、奥の方に展示されております。年代ごとに各無線機が紹介されております。申し込み方法、行き方につきましては過去の動画の方でね、すでに紹介済みです。概要欄の方にね URL 貼り付けておきます。懐かしの無線機紹介。ショールーム入ってきましてね、向かって右側奥手の方にね懐かしの無線機並んでおります。こんな形にね無線機の方、1960年代、1970年代、1980年代、1990年代とね4つにね分類されて展示しております。ざっと見ただけでもね結構懐かしい無線機たくさん並んでるんじゃないでしょうかね。まず一番気になりますのがね、1960年代のアイコムさんの無線機。残念ながらね、私この辺の無線機ほとんど知らないんですよ。誠申し訳ございません。アイコムさんのホームページのね歴史のところで見ただけでね、各無線機申し訳ないんです、よく知らない。もうほんとねこんな無線機があったんだなみたいな形でね、今見ておりますね TRS-80 ってやつもね、これ私見たことないんですよ。 IC-20 についてはね過去に1回だけ見たことがあります。で IC-2K みたいなねアンプがあることすらね知らないような状況でした。でやっと分かり始めるのがね1970年代、この辺からの無線機はねなんとなく分かってきてるような形です。まあこちらの方にね日本橋ハムさんがね寄贈されておりますね。無線機各種並んでおりますね。 IC2020A とかね 502A、 この辺とか212とかね結構有名じゃなかったでしょうか。 IC30 とか60、この辺からはねハムショップで、あと IC501 もねハムショップの修理棚のところに置かれてたのを見たことあるんでね。であと IC221 もね見たことありますね。この IC の232もありますね、モービル機の方で。何も言いましてもね IC の551、ここからがね結構まあ私が好きな範疇というんですか、ちょうど開局し始めた当時にね IC551 が確か発売されたんじゃないかなと思います。この当時はね各メーカーさんがね50メガあんまり新しい無線機投入してなかったと思うんですよ。やっぱり2メーターが一番先っていうんですか、50メガはね一番最後の最後っていうことで、あの時のトリオさんでもねアナログのね TS600 っていう無線機がね現役世代ということで販売されてたと思います。そこにね他の業界に先駆けてねアイコムさんが IC551 を投入したと。このカタログ見てくださいよ。まあ今となったらこれぐらいと思うんですけどね、あの当時はね50メガにこの無線機投入したっていうのはねすごいことだったと思います。今でもねこのデザイン結構好きな方多いんじゃないでしょうか。で IC のね710、こちらの方もそうですよね。私もねこれ見たことしかないんですけどね、結構好きな方多かったと思います。私の方はねこの後に出た無線機持ってるんですけどね、この無線機見た目はいいんですけどね若干うるさいっていうのがね問題だったと思います。で IC の71、これはね申し訳ないです、触ったことがないと、見たことしかありません。まあこんだけ見てもねやっぱり IC551 のね出来栄えの良さっていうんですか、であとはね IC の710、これもね出た当時はね結構話題な越着の無線機だったと思います。まあほんとこの辺がねちょうど過渡期っていうんですか、今使ってる方っていうのは551はねおられると思うんですけどね、551、710前はね使ってる方少ないんじゃないかなと思います。さすがに1980年代になりますとね もろ私の年代になるんでね、この辺は大体わかりますね。何を言うてもこの IC2N ですよね、これはすごかった。まあカタログねここに置いときますけどね、
本当に多くの方が買われたっていうんですか、アイコムの社内の歴史の中でもね、世界で一番売れたかもしれない無線機っていうんですか、 IC2N シリーズっていうんですかね、まあ実際に 3N もあったと思います。本当にねプロの世界でもねこの無線機の派生型っていうのが出ましてね、とにかくね皆さん買われたと。で一番流行したのがね、結構これ S メーターがなかったんですよ。 S メーターが外部に S メーターをつけるユニットをね取り付けてみたり、であとはリニアアンプをつけてみたり、 BG のランプすらなかったんですよ。多分消費電力をね抑えるためにつけなかったんじゃないかなと思うんですけどね、つける地がオープンした時にね表示される BG のランプをねつけるような改造っていうのもね大流行したと。結構 IC2N はねあっちこっちに穴開けていろんなものをつけた方多かったと思います。あとこの下のねバッテリーパックっていうのもすごかったですね。いっぱい種類がありましてね、このバッテリーパックを交換することによってね電池の持ちが良くなったりね、いろんな細工があったと。こちらの方でね横にね並んでおります IC02N はねさらに若い方、私も実際買ったのはこれだったんですよ。一番最初にこれもすごかったですよね。もうこのお値段でねメモリーもついてます、200チャンネル内蔵されてると。で 5W も出たんでね、みんな競い合って買ったと思います。このバッテリーパックもねさらに種類が増えましてね、大容量のバージョンとね高出力のバージョンとかねいろんなバージョンがあってね、みんなで競い合ってねこの下のバッテリーパックをね漁った方も多かったと思います。ただこの無線機の難点っていうのがね、 5W 出るのはいいんですけどね、ラグチューなんかで 5W 出すと大変でしたよね。皆さんこれもう後ろ側が下がれんぐらいあちあちになるっていうんですか、後ろから扇風機で回したりね、本当に濡れた雑巾で冷やしてるローカル局も見たんですけどね、とにかくラグチューしてますとね無線機が燃えるように熱くなってたと。そのおかげでね結構ファイナルのねやけどトラブルが多いっていうのをね地元のハムショップのねオーナーからよく聞いた覚えがあります。本当懐かしいですね IC02N は。で IC の 12N もね1200メガだと思います。 IC マイクロ2このシリーズはねこの当時としてはねめちゃめちゃ小さい無線機だったと思います。であと IC の505なんですよ。これまたねやっぱアイコムさんがいかに50メガを大切にしてたっていうんですか、多分他のメーカーってねそれ以降あんまり50メガの無線機ってね、八重さんはちょっと出してたと思うんですけどね、他メーカーあんまり50メガって力入れるような感じがなかったんですけどね、この505っていうのはねカタグの方にもあるんですけどね、これ 10W まで出たんですよ。その代わり電源電圧をね上げてやる必要があるんですけどね、リニアアンプをつけなくてもこの本体だけでね 10W が出たと。結構固定でもねリニアアンプをつけずにも運用できたということでね、移動固定兼用でねこの無線機使われてねバリバリ移動されてた方も多かったと思います。 IC901 ですよね、これ後ほど紹介いたしますね。 IC900 の改良版なんですけどね、こちらの方は本体の方はね確か2メーターと430メガの FM のモービル機で、それ以外の周波数例えば2メーターの SSB なんかはね IC900 同様外部付けのユニットでね他のバンダ確か29とか50もあったんじゃないかなと思うんですけどね、いろいろなモードのが運用できるようにね外部になってると。で IC の27で横にありますね IC の120なんか言ったらこれまさに1200メガですよね。 IC905 が出たぐらいのねショックだったっていうんですかね、この当時はねマキさんのトランスバーターしかなかったんでね、アイコムさんがね4000チャンネル対応ということでね出されたと。これ出た時にはびっくりしたんですけどね、この中にはないんですけどね IC25 ってこれのね原型となる2メーターのバージョンがあるんですけどね、これもすごかったですよね。発売された時にみんながね競い合って買ってたと思うんですけどね、あの当時としてはね非常にコンパクトな無線機だったと。姉妹機の IC35 もねめちゃめちゃ流行ってたと思います。この当時はね2メーター430兼用の無線機っていうのがほとんどなかったんでね、モノバンドのね無線機を2台並べるっていうのがね大流行してたと思います。で IC900 はねこの当時画期的だったっていうんですか、操作部と各バンド確か2メーターとか430メガの FM とね別ユニットをね準備してたんじゃなかったかなと思います。28とか50メガもね確かユニットがあったと思います。ちょっとね IC900 のコンセプトっていうのはあの当時としては斬新だったんですけどね、
IC905 の発売含めて操作部とねトランシーバーが完璧に分かれたバージョンっていうんですか、で全く違う機能をこのユニットを追加することによって増やしたって意味合いではね、まさに IC905 のね祖先に当たるようなね無線機じゃないかなと思います。であとこちらの方のねデュアルバンダーですね、 IC2400 C の5000とよう似てたっていうんですか、まさに 2m430 がね1台の無線機に収まって同時受信できたと。この当時はね結構コンテの無線機流行ってたと思います。で何を言いましてもね、私もねこの IC720A 持ってました。カタグねこんな形でね非常にね斬新なデザインっていうんですか、機能はね大して何もないんですよ。確かメモリーもなかったと思うんですけどね、見た目が非常に斬新だったと。であとゼネカバがねこの無線機から標準装備されたのと AM の推奨フィルターをね購入して取り付けますとね、短波放送がね非常に良い音で聞くことができました。 IC750 ですよね、私もこれ持っとんですよ。カタログとね、あと下敷きも持っとんですよ。これ当時の下敷き、多分あの当時ね販売促進かなんかで配ってたと思うんですけどね、下敷きも持ってるんですけどね、この無線機はめちゃめちゃ好きでしたね。今でも使ってます、若干ですけど。とにかくね、まあメモリーとか一通り全部揃っててね使いやすいと。パネルの大きさもそこそこの大きさですからね、操作ミスもなくてね本当に使い勝手がいい無線機だったと思います。性能もね今でも全然通用すると思うんですけどね、唯一の問題っていうのがねこの中にありますメモリーをバックアップするねリチウム電池、15年ぐらいで中のねバッテリーが上がっちゃいますとね、メモリーのバックアップだけじゃなくてねプログラムもその中に入ってるっていうね商品だったと思います。バッテリーがね上がっちゃいますとねプログラムが消えて動かなくなると。 IC75 まで含めてねこの前後に発売された無線機っていうのはねその傾向がありますからね、古い無線機お使いの方もうすでに1回ぐらいは交換されてるとは思うんですけどね、リチウム電池の感じだけはね忘れないようにお願いいたします。まあとにかくこういう形でね比較するとねどっちの無線機もね結構使ってましたからね、懐かしい思いしました。 IC780 ですよね、欲しかったけどね高くて買えませんでした。あと1990年代、もうハンディー機、もうハンディー機がねもう毎年出てたような時代だったと思います。私も見ただけでね使うことほとんどなかったと思うんですけどね、見た覚えはあるんですけどね、今でも使ってる方っていうのはねやっぱりハンディー機少ないんじゃないかなと思います。あとモービル機もよく出ましたね、この当時まさにモノバンダーじゃなくてね2バンド3バンドが入ったような無線機たくさんあったと思います。この中でもね IC706 これは出た時びっくりしましたよね。確か HF と50メガそれと2メーターまで含まれてた形だったと思います。比較的買いやすい値段だったんでね買った方も結構多かったんじゃないかなと思います。もうほんとねこの無線機今でも結構使ってる方多いと思うんですよ。であとこの下のね IC726 これもね特別高性能っていうわけじゃなかったと思うんですけどね、とにかくお値段が安い割に使い勝手は良かったんでね買った方多いということで中古の市場でもねこの無線機いっぱい出てると思います。今でもこの無線機はねシンプルで使いやすいんじゃないかなと思います。 ICR7100受信機ですね。でこちらですね IC820 これ私も持っとんですよ。 2m430 オールモードですよね。で同時受信できたんですよ。このトランシーバー今でもね使えてる方多いと思うんですけどね、若干この当時っていうのはね、まあ、コンデンサーの技術の問題もあってね各メーカーのトランシーバーでもね結構電解コンデンサーの液漏れ事件っていうんですか、交換された方も多かったんじゃないでしょうか。あと液晶ディスプレイもねよく傷んでしまったっていうんですか、とにかく性能がいいだけにね今でも使えるのに電解コンデンサーとね液晶に泣かされた方は結構多かったと思います。 IC756 プロですよね、これも出た当時はびっくりしましたね。ほんと1990年代はね今でもまだまだ使ってる方多い無線機がたくさんあったんじゃないかなと思います。まあほんとねこれが次2000年代ですよね、2010年の棚ができるのか、この辺がねまた楽しみなとこじゃないかなと思います。まとめの方させていただきます。アマチュア無線機の進化の過程っていうんですか、本当にねすごかったんじゃないでしょうか。最近発売されました IC705、 IC7300 がね発売されるまでね実にね多くの無線機が作られてきました。本当にね長い道のりがあったと思います。
ただ冷静になって考えますとね、1980年以降に発売されたね無線機は現状でもね現用してる方おられるんじゃないでしょうか。私も実際に持っててね使える状態にしてあるんですけどね、1980年以降ね発売された無線機今でも使えてる方多いと思います。当然ね進化はし続けてるんですけどね、40年ぐらい前にね、まああるレベルまでは完成してると、今から考えてもねいいとこまではね40年前に達してたんじゃないかなと思います。アマチュア無線はね今でもね使えるアナログっていうんですか、 CW、FM、SSB なんかいい例だと思います。業務無線ですとねデジタル化されてアナログはね使用禁止になっている事例も多々あると思うんですけどね、アマチュア無線のね世界ではまだまだアナログ現役だと思います。まあ新旧のね変調がいろいろとね自由に使えると、この自由がね重要だと思います。まさにアマチュア無線っていうのは、まあ、実験の場っていうんですか、アマチュア無線家自身がねいろんなことに挑戦できるアナログの変調っていうのがね今でも使うことができるようになっております。新旧の無線機ね並べて遊んでみるのも結構楽しいっていうんですか、まあ新しい無線機はね新しい無線機でいい点ありますけどね、古い無線機は古い無線機でまあ手間のかかるところが可愛いっていうんですか、まあぜひともね新旧の無線機を並べて比較しながら遊ぶのもねアマチュア無線の楽しみじゃないかなと思います。ぜひともね大阪に来られた時ショールーム立ち寄っていただければと思っております。お空でお会いする日楽しみにしております。よろしければチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。